あなたもきっと好きになる新しいダーツアイテムのショッピングサイト、ダーツショップティドウェブ本店。そしたら高橋茂樹選手対大堀典親選手、あ、おお勝ってますねこれ。いやこれプレッシャーちょっとかけましたよ、うん、でもやっぱあのこの間あのリーグの時も思ったんですけど、やっぱ勝負強いですね大堀って。まあ最低限100ですね。そうですね、やっぱその
集中力ありますよね、うんうんうん、集中した時の方がやっぱ強いですね。おっと、あー惜しいな、ワンチャン来た。さあここですね、顔はだベロはやっぱ巻き57、あーあまあこれ40はもう上がるだろうから、でもあそこはしっかりやっぱアレンジ狙ってほしいですよね。あーこれ分かんないよでも、うん、あ言われたよ、じゃあすいません、呼ばれた、あ、俺がね、あ多分言われた、聞きましょうか。あじゃあ続いては山本信弘選手です、よろしくお願いします。どうも、あこれいきなり注目の試合じゃないですか。そうなんですよ、若手のホープ高橋茂樹と、はい、ああどうもすいません、ナイスアウト、今日あんだけ外して入るな、すごいな、今呼ばれたよ、誰が確実に呼ばれたよ、コントロール、いやこれで3レグ目の楽しい、井上選手呼ばれましたか、ね、楽しいけどやる方は辛い試合が何番始まりそうです。ちょっとみんな仕事放棄なんで自分が進行を進めます。ありがとうございます、ありがとうございます、さあこれコーク、運命のコークですね、これ運命のコークですね、コークがまあ言うまでもなく超有利なんでね、はい、そうですね、シゲキックさ、これちょっと気合入った感じ、おーい、インブルから来ました、ね、ただ、うん、まあまあここはでも打ちやすい、でもね、オーホヤンもね、やっぱ集中したらやっぱなかなか、おーい、さあ、どっち、まあおそらく、でもオーホヤンだ、50いくかもしれんね、セパ好きやからね、うん、いやね、振り切った、いいですよ、オーホヤン強いんですよ、強いですね、うん、やっぱ昔からやっぱオーホはやっぱ強いですね、強い、あのここ一番なんでね、さっきも刺激もこれ負けるわけにいかんって気持ちがね、はい、もちろん気合いに現れて、うん、あだいぶいい顔してますね、うん、これ1本目入ったらねポンポンいくタイプ、あちょっと折れたかな、うーんなんでやねんっていう感じですね、あの、うん、ナイスカバー、ナイスカバーですね、まあ最低限なんですけど、もう法的にはでもラッキーよね、法的にはラッキーなんですけど、うん、いきなりのクリケットですからね、どこまで打つかっちゅう、あいやーこれは刺激ラッキー、もう1本目カットできたらほぼほぼゲームは握れますね、うん、まあ、3本使ってしまったのまだ分からないです、そう、ね、この有利をどううまく使えるか今後の課題でしょうね、はい、まあ、2本目でも入るままのゲームは、なるほどね、あ3本使ってカットです、これはここをこうグッと引き寄せれるようになれば、引き寄せれればもうワンランク、うん、そうですね、オーホはラッキーなんでね、軽く打てますね、でもこのカットがまあ肝ですね、うん、あーナイス、まあちょっと攻めちゃった、まあまあでもいや当然の、うん、そうですね、攻め勝ってます、刺激はこれどこまで追い込まれとかですね、うん、まあ切り替えれたらいいよね、さっきの3本を、あ、来た、これカットがねもっと大事、入った、もうこれで楽になったっすね、もうセブンでもいけるぐらいです、うん、十分ぐらいですね、ワンチャン残すんですけど、ナインしかないんでね、うん、あー惜しいな、もうナイスやな、うん、おーカットいった、強気やな、でも決まってなければだいぶ不利っすね、これは、まあまあここ勝負と見たっていうことでしょうね、うん、まあ、ナイスやな、プッシュいっかな、プッシュいくな、プッシュでしょうね、もう一本いくんじゃない、もう一本いくか、これは硬いね、硬いね、だいぶ固めに今、まあまあでもそうよね、地域的には、まあ、3年目なんでね、うん、ここもノーマークやしね、16、15がほぼほぼ試合が決まってしまったですね、うん、ベッド来たところでところでなりますからね、うん、ナイス、どうやろうね、これはもうゲーム決まるんで、1本目カット決まれば15いくんじゃないですかね、うん、まあいくでしょう、うん、多分いくでしょうね、2本あるんでね、おお意地にならん、うわ冷静、冷静やね、うん、これはこの冷静さで、うんうん、まあこれ十分だもんね、だって60入れたのはでかいです、いやシングルやったら、
やっぱり王鵬先に勝ってくるとは思うんですよね、うん、2本入れてる、うん、トルペだったんでもう打たされるしかない、うんうん、まあまあちょっと行きそうなとこやもんね、そうですね、まあ、これはもう間違いなくシングルシングルでもブルイクでしょうね、うん、まあ、これブルイクでしょ、俺やったらブルイきますもん、この点数やったらナイス、うん、ここ20じゃなくてブルに行くのは何でですか、もう十分ですね、あのもうオーバーがないんでね、ブラック出されても、うん、1本で見るときは自分楽っすよね、次2本で、今のインブルなんでもうほぼほぼ、まあこっちの方がきついよね、ブル行かれた方が相手は、行かれた相手きついです、うん、だこれが20点差ぐらいやったらプッシュでいいと思うんですけど、うん、まあこれはもうほぼほぼ決まった感じ、うん、なるほどという感じで、ナイスアーツ、うん、ほっとして、ほっとして、あー、いやしかし、いや今日初めて真面目にダーツの話したな。